エルザタワー55は埼玉県川口市元号2丁目15の位置にある超高層マンション。1998年に日本ピストンリング川口工場の跡地に建設され、2004年に東京都港区に塩止め市街区超高層棟が建設されるまでは住居としての建造物では日本最高であった。吉永さゆり主演の映画キューポラのある町以来、 川口市は鋳物の,の町として知られ、エルザタワー55の立地する元号地区周辺には鋳物工場が集積していた。だが、次第に鋳物工場は新号地区等への移転や廃業によって減少。マンション的地が続々と生まれていった。1982年、代表が元号地区において、とりわけ広大だった日本ピストンリング川口。 工場跡地約5.6ヘクタールを大規模、総合開発を目的に買収。翌年に超高層マンションやショッピングセンター等を整備する総事業費約540億円を投じたライオンズスクエアプロジェクトをスタートさせる。プロジェクトにおいて最初に分譲されたマンションであるエルザタワー55は地下1階、地上55階建て。 1994年10月に着工し、1998年7月に竣工した。総庫数は650個。販売価格は最高で最上階55回を LDK の1億7680万円。平均価格4000万円台で日本一の金管版で即日完売した。これまでの超高層住宅には町が持つべき、 コミュニティ形成に必要な場が不足していたとして、設計を手掛けた竹中工務店がその反省を踏まえ、エルザタワー50号では超高層住宅を垂直に広がる街として捉えた立体コミュニティを提案した。立体コミュニティは120個から180個を一単位とした近隣区に住塔を分け、それを縦に積み重ねて構成する。それぞれの近隣区に相当する木材橋には、 廊下の手すりなどの色を塗り分けて識別できるようにした。さらに、近隣区ごとに、コミュニティコアと呼ばれる用途を特化した共有施設を配置した。1階のアトリウムロビーには、各種サービスを提供するフロント係を置き、エレベーターはシースルー型とし、吹き抜け空間に躍動感を与え、シースルーエレベーターにすることで住人の目が届きやすいようにした。 建物の足元には中高木約1000本、低木12000株を植え、シンボル広場、森のリビング、万ク広場等を設けた。また、建物外周には集計池を整備。この池は、重東からの落下物で人が怪我をしないよう、建物下に人を近づけない役目も持たせた。建設から15年以上が経過した2013年頃から、管理組合が議論を始め、 設備の劣化が進んでおり、修繕が必要と判断し、清水建設の子会社、清水ビルライフケアを試工業者に選定。2015年3月から修繕に着手し、外壁の塗装、ベランダの防水工事のほか、ビル外壁の継ぎ目や隙間を埋めるシーリング材の打ち替え、などを約2年かけ行った。工事費約12億円は全額を修繕積立金で賄った。 1>, 1階はアトリウムロビー、2階は駐輪場で、3階より上のフロアが住居となる。居住者の交流の場として、またサークル活動の場として10階、20階、29階、36階、43階、55階に以下のコミュニティコアが設けられている。7台のエレベーターのうち6台はシースルーエレベーターであり、11人乗りの高速エレベーターが、 それぞれの階層に2台ずつ設置されている。残りの1台は非常用エレベーターである。エレベーターの乗り換え階である29階と43階は、居住者の憩いの場として、タウンプラザが設けられている。近接して、商業施設棟、ライオンズスクエア川口が整備され、保育園、医療施設が誘致されたほか、2002年1月には、エルザタワー32が竣工した。 他に、川口市に、敷地の一部を学校建設用地として提供した。エルザタワー55がある南平地区、元号は、東京都との境である荒川からほど近く、京浜東北線川口駅、国道122号に近い。また2001年に、国道122号の地下に、埼玉高速鉄道線が開通し、最寄り駅は、川口元号駅である。川口駅からは、 元号、エルザタワー循環という系統のバスが運行されている。ありがとうございます。